校1年生木部紗友香と高校2年生安藤優吾です。小学5年生くらいの時にあったバブリーナイトから応援しています。 J3 時代の2014年からなので小学校1年生くらいの時から応援しています。うちはもともと清源金沢が好きで、と清源金沢にちょっと関わってみたいなと思ったり、と将来 J クラブで働きたいなという夢があるので応募させていただきました。小さい時から常に応援してきたので、あとは将来 J クラブで働きたいなと思って応募しました。それではインタビューに行ってみましょう。今日は選手にインタビューということで山本選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まず一つ目がサッカーについてです。はい、私は今高校1年生なのですが、小学生の時に山本選手とエスコートキッズをさせてもらったのを今でも覚えていますが、山本選手を覚えていますか？覚えていますって言ったらマルショになるんですけど、まあ、結構やってるんでエスコートキッズは、まあ、けど2日前ですか、まあ、写真見せてもらって、まあ、こういう時もあったなっていう感じですね。はい、かります。今回戻ってきてくれてすごく嬉しかったのですが、この夏に金沢へ移籍を決めてくれた理由や思いを聞かせてもらえますか？まあ、決めた理由は、まあ、シンプルにジュビロの方であまり出場機会がなかったので、まあ、その時に金沢が声をかけてくれたので、まあ、自分のためにも金沢のためにもなればいいかなと思って移籍してみました。ありがとうございます。どこが好きとかありますか？いや、俺はもうプロ1年目が金沢なんで、まあ、やっぱり、なんですかね、ちょっとこう、実家じゃないけど、実家に帰ってきたじゃないけど、まあ、そういう感じのこうサポーターの迎え方だったりとか感じたので、まあ、本当に改めてこういいチームだなっていうのは思いました。はい、ありがとうございます。移籍を考えるにあたり連絡を取った選手や知り合いなどありますか？考えるにあたり、まあジュビロの選手が多いかな。金沢の選手はそんなには取ってないけど、ジュビロの選手の大井健太郎選手には一番最初に連絡してどうすかみたいな感じで相談して、まあそれはもう健太郎君も出場機会がなかったっていうのを分かってるから、出れるとこ行った方がいいよっていう感じで申してくれたので、まあ、そこはスムーズに決まったって感じですね。そうなんですね。前に金沢にいた時と今の金沢のチームの雰囲気の違いとかってありますか？そんなに特には監督も変わってないし、まあ僕が知ってる選手も数人いるんで、そんなには変わってないかなって思います。スリーグのサイトのプロフィールにある人生テストゲームは2019年のホーム山形戦とありました。はいはいはい、ホームで、その試合ロスタイムに決めたんで、まあ、自分の中でこう思い出を作っていうか感じは忘れられないっていうので決めさせていただきました。山本選手にとっては清井選手はどんな印象、どんな存在でしたか？同じポジションですし、ザ・キャプテンっていう存在だったんで、一緒にプレーしてでもこう心強かったし、こうチームが気持ち下がってでもヒロ君の一声でこうまた気持ちが上がったりとか、絶対的存在っていう感じでしたね。はい、次に学園祭ということで山本選手の学生時代についてですが、はい、高校の時高2までボランチやってて、で高3でセンターバックっていう感じでしたね。はい、いや、まあ、シンプルに多分その高3の時にセンターバックの人数が少なかったっていうのと、高2の時はセンターバックに強烈な選手が2人いたんで、まあ多分それこで僕がボランチで、で高3でそのセンターバックの層が薄いからセンターバックになったのかなっていう持論です。大学は琵琶湖成蹊スポーツ大学に進学していますが、1年生の時に加藤大輝選手が4年生でいたかと思いますが、はいはいはい、その時のことは覚えていますか？ほぼほぼ覚えてないですね。覚えてない。ほぼほぼあんま絡みなかったんですよ。あ、そうなんですね。あ、どんな先輩だったとか、ね、分からない。いや、もうなんかやっぱ琵琶湖ではそんな僕とは絡みなかったんですけど、やっぱこう一番こうなんですか、まあ広くじゃないけど、まあ、絶対的な存在じゃないけどエースストライカーっていう立ち位置だったんで、やっぱすげえなと思ってました。他
昔から足は速かったです。あ、めっちゃ速かったですね。学生時代のサッカー部の記憶に残っている試合エピソード、思い出ありますか？学生の頃。学生の頃。高校でもいいと思う。高校でもいい。高校の時の、まあ、高3の時の選手権で、高1、高2って俺選手権の全国で出てたんですけど、高3の時選手権の県予選の決勝で負けて、まあ、その時の思い出が学生の頃一番強いかな。なんか本当に、まあ、絶対プロになってこの勝ったチームを見返してやろうみたいなっていう気持ちはそこで一番こう芽生えたというか、そんな感じです。プロになりたいっていう夢はいつからかなったんですか？いや、まあちっちゃい頃から思ってたんですけど、やっぱ高校ぐらいからこう本格的に、まあ、プロ目指そうみたいな感じは言いましたね。そうなんです。やっぱり練習ってめっちゃ辛かったですか？学生の頃。学生の頃、まあ学生の頃一番辛かったと思う。辛かったというか、その時は別に普通だったんですけど、今考えたら、まあ、よくやってたなって感じ。制限よりもやばかったですか？いや、まあシンプルに量が多いっていう。そうなんです。朝練とかもあったし、うん、朝練授業で練習とかでやってたから、まあ、ようやってたなっていう。眠くならなかった。そう、でも今なら多分無理だろうね。授業中ずっと寝てると思う。学校生活で文化祭や体育祭とかありました？あったけど、そんなに記憶がないっす。役割とかも。いや、もう、ないっすね。なかったですね。そう、最後に、以前2019年に街で梅町選手と一緒にいるとこ見たんですけど。マジっすか？見たんですよ。あんま見られたくなかったな、その。仲が良かったの梅町選手ですか？あ、ブラッチ君、ブラッチ君はめっちゃ、まあ先輩ですけど、3つで先輩ですけど、本当友達みたいな感じで、今も全然連絡取り合ったりしてるんで。そうなんです。最後に会ったのとか。会ったのは、いつだったかな。あちくんは相模原だったから、いつだろう、2年前とか、多分かな。そうなんです。金沢のゴルフとか、どっか一緒によく行ったりとかしました？いや、よく行ったりはしてないけど、まあなんか、練習終わったらバチ君の家に数人で行って桃鉄してっていうのがもうルーティンみたいな感じで、2019年はずっとやってたっす。他に行かれる選手とかどなたかいました？蓮と小松蓮とで、亮がまだ来てた、石尾亮が、その4人で桃鉄して、で、バチ君がこうそのまま夜飯を奢ってくれるんかなと思ったら、桃鉄で負けたやつが飯を奢りになっている。桃鉄が。桃鉄やってたっす。流行りだったんですかね。あの時ずっとやってたっすね。面白いですか？おもろいっす。今年のチームでオフの日にどこか誰か出かけましたか？いや、出かけないっす。出かけないです。行きたいところとかありますか？いや、なんかそれこそ、雄大いるじゃないですか。あいつが来て、結構俺なんか話し聞いてくれるんですけど、なんか多分来週ぐらいゲロにゲロ温泉なんですけど、あっこ行きませんかっていう誘いがあったら多分行くっすね。ゲロ温泉いいですね。ナイを運転させてあいつ運転手で運転手なんです、ね、楽しんでください。ありがとうございます。それではインタビューは以上となります、はい、シーズン終盤を応援しています。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日お時間いただきありがとうございます。どうもありがとうございます。藤浦選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。噂で一つ一つ噂で聞いたんですけど、野菜が苦手というか食べないって聞いたんです。どっからの噂か分かんないですけどどっからの噂か分かんないですけど、まあそうなのかもしれないですね。そうなんです。まず1つ目の質問です。試合を見ていると相手のチャンスの機会を潰したりとても対応が早く感じています。プレー中にどんなことを考えながら予測をしているのかを聞かせてほしいです。自分がよく見てるのは相手の選手の目線を結構見てたりして、ボール蹴る方とかに自然と目が行ったりしてるんで、まあ、その相手の目線見ながら次ここに来そうだなっていうのは意識しているようにはしてますが。相手選手のプレーも映像などでたくさんチェックとかしたりしてます。あ、そうですね。試合の前日か、まあ、当日の朝とかに、
最近の試合、相手の試合を軽く見て、まあ、自分がマークする選手だったり近いポジションが近い選手の特徴はちゃんと抑えるようにしています。制限の試合はでも試合終わったその日に一応フルで展開しているので、まあ、自分の反省も兼ねてチーム全体の課題とかもそこで見つけられるようにしています。金沢の次元付き移籍についてどういった思いが選択されたのか教えていただけますか。そうですね、まあ、一番最初に話をいただいたのもありますし、まあ、その時も結構熱心に話してくれたので、まあ、自分が出場機会を得るためにここに来たので、まあ、一番最初に話もらったっていうのが大きかったです。資金とか一番最初にとか、はい、って結構自由なのかな。そうですね、やっぱ最初に声かけてくれるってことは一番欲しいと思ってくれてるっていう風に多分選手は感じてると思うので、移籍する上でやっぱ気持ちの部分が大きいので、そこは大きいのかなと思います。FC東京での同期で現在同じように栃木 SC に期限付き移籍している安田小次郎選手が戸松市出身かと思いますが、移籍前に石川県のこととか制限のことって聞かれたりとか。あ、聞きましたけど、でも金沢市の方はあんま分かんないみたいなこと言ってたん で、しかも小学6年生でこっち来てるんで、まあでもどこに何があるかっていうのをある程度は聞きました。まあでも試合の栃木 SC との試合の前とかには結構話してよろしく見て話したりはしました。あの前見学行ったのなんですけど、はい、ここなんか見学行って良かったよ、設備とかやったすごい、でもザ・サッカーのスタジアムみたいな、海外みたいな感じで、ああいうスタジアムでやるっていうのは結構選手としてもすごいモチベーションが上がるというか、一番やりたいスタジアムだと思うので、あのスタジアム本当に最高のスタジアムだなって思いました。来年も残ってくれるのが嬉しいです、はい、次に学園祭ということで、八浦選手の学生時代についてですが、小さい頃からポジションは中盤でしたか。そうですね、ずっと真ん中の中盤のポジションをやってます。他のポジションやってみたいな、他のポジションもたまにサイドハーフだったりは何回かはあるんですけど、でもやっぱ中盤がいいなっていう感じはあります。でも一回なんかフォワードとかやってめっちゃ天気みたいなっていうのはたまにはありますけど、でもやっぱ一番中盤が合ってます。最近まで学生だった方ですが、学校生活では何か役割とかありましたか。役割的なのはあんましたくないタイプだったので、まあ普通にやってましたなんかリーダーとして引っ張るタイプじゃない。それはなかったです。中学や高校でも学園祭、文化祭はありましたか。ありましたね。中高が一貫だったんで、中高一貫の高校中学だったんで、文化祭は全部一緒になってやるので、でもそこまでコロナとかもあったなと思ってます。高3になったら食べ物系を文化祭でやれるんですけど、ちょうどコロナが重なったので、その時自分たちはそれができなかったんですよ。それはちょっと仕方ないですけど、一番高1、高2は食べ物系はダメなんで、高3に譲るみたいな感じなんで、高3になってようやくだと思ってたんですけど、それはちょっと残念でした。梶浦選手は勝手に勉強の成績を良そうなイメージがあるんですけど、どんな感じでしたか。はい、勉強いいです。何でかでも、まあ、成績はある程度取ってましたね、ちゃんと。テストとかは1週間前にパーってやってテストする感じだったので、記憶は
いいので、まあ、ちゃんと身についてるかわかんないですけど覚えてテストに行くのかなんだと進めれば得意科目は数学で苦手科目科学って理科ではなく科学というところなんか勉強できそうだな。理系どっちも理系になっちゃうんですけど、なぜか科学の方が苦手というかなんか嫌いでした。いろいろ方式とか、ね、そうです、そういう系がしてもうざくて仕方ないです。今年挑戦してみたいことに自炊がありましたが、一人暮らしは金沢に来てからですか？そうですね、去年は一応まあ一人暮らしですけど、まあ東京の寮だったので、まあ、ご飯とかは食堂があってそこで作って、まあ、食べてたりしたので、まあ、ちゃんとした一人暮らしっていうのは今年が初めてですけど、自炊はしてないですね。今後なんかやってみたいと思います。今年は多分やらないと思います。もうここまで来てやってないので多分やらないと思います。一人暮らしの他の選手と家事のこととか話しますか？いや、そんなに話さないですね。でも同い年の悩む選手、いや、汚いのみたいな話はあまりするんですけど、そんなに言うことは思わないです。自分はまず綺麗な声だ。はい、綺麗です。綺麗好きなんで。来年自炊頑張りますか？気が向いたな。以上です。シーズン終盤も頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。